スチュワート氏族は、スコットランド帝地方の氏族である。この氏族は、スコットランド紋章院によって認められているものの、スコットランド紋章院総裁によって認められた、氏族長はいない。なぜならば、氏族長を有していない氏族は、紋章氏族とみなされうるからである。ただし、ギャロウェイ伯爵が、現在、スチュワート氏族の、氏族の頭目とみなされており、 ギャロウェイ伯爵の紋章のクレストとモットーにはスチュワート氏族のクレストバッジが用いられている。スコットランド紋章院はこれとは別にスチュワートビュート氏族とスチュワートアッピー氏族の二つの氏族をスチュワート氏族として認めている。スチュワートビット氏族は今日承認された氏族長を有する唯一のスチュワート氏族である。スコットランドの君主となったスチュワート氏族は フランスブルターニュのドルにて出自を務めた一族の子孫であった。ノルマイコンクエストの後はイングランドにて領地を得ている。出自であったウォルター・フラードル内主ウォルター・フィッツ・アーランは、デイビッド一世聖王がスコットランド王位を請求した時に同国にやってきた。スチュワートという姓は一族の官職であるストアーズから来ている。スコットランド王室出自長に任命されて、 レンフルーシャーとイーストロージアンにて広大な所領を与えられた。ウォルターは1164年のレンフレーフの戦いでアイルランドをソマーレドを破った王軍の指揮官の一人であった。スコットランド独立戦争中、第五代王室執事長、ジェームズ・スチュワートはイングランド国王エドワード一世長スネオに忠誠を誓った。しかしながら、後にウィリアム・ボレスび、 スコットランド国王ロバート一世によるスコットランド独立を目指す戦いを支持している。第六代王室執事長、ウォルター・スチュワートは、ロバート一世の娘であるマージョリーと結婚した。ロバート一世の息子であるデイビッド二世が死ぬと、ウォルター・スチュワートの息子であるロバート二世が継承して国王となった。ロバート二世には多くの子供がおり、長男であるジョンが、 ロバート3世として王位を継いだ。スコットランド王家としてのスチュワート氏族、いわゆるスチュワート朝の男系は、メアリー一世による統治まで途切れることがなかったが、彼女の第に、スチュワートから、フランス語に基づくスチュワートへと綴りを変更している。王家としてのスチュワート氏族は、スコットランド王位、後には、イングランド王位を1714年に、アンが死ぬまで保持していた。 オールバニ・スチュワート1842年に出版されたスコットランドの衣類では、この柄がスチュワート氏族のタータンとして紹介されているが、書籍そのものの内容が疑わしいとされている。オールバニ校は、スコットランド及び後のイギリス王室において、年少の男子に授けられた貴族号であり、とりわけ、スチュワート家がそうであった。ロバート2世の三男である初代オールバニ校。 ロバート・スチュワートは、不王、兄王、そしておいである、ジェームズ一世の統治期間中は摂政を務めていた。ロバート二世の四男である、バカンハク、アレグザンダー・スチュワートは、バドナフホの狼として有名であり、エルギン大聖堂の破壊に寄与している。ジェームズ一世の神聖が始まると、新国王はいとこである、オールバニ・スチュワート一族の力を抑制した。ジェームズ一世は、 初代オールバニコーの息子であるマードックの首を跳ねたのである。マードックの息子であるウォルターとアレグザンダーも同様に処刑された。1845年に出版された ENRR マッケイオン著スコットランドハイランド地方の士族によるビクトリア朝時代のロマン主義に基づいて描かれた士族のもの。 スコットランド王家以外のスチュワート氏族の主な分子に14世紀から15世紀にかけてハイランド地方に定住したスチュワード・オブ・アッピン、スチュワート・オブ・アサル、スチュワート・オブ・バルク・ハイダーがある。今日、ギャロウェイ伯爵がスチュワート氏族の主流とみなされている。スチュワート・オブ・アッピン氏族は第4代王室執事長アレグザンダー・スチュワートの息子であるジョン・スチュワート・オブ。 ボンキル教の子孫である。ジョン教の息子であるジェームズ・スチュワートは1333年のハリドンヒルの戦いで戦死した。そのマクドルが氏族長の保持するローン領主の相続人と結婚し、スチュワート氏族で最初のローン領主となった。スチュワート・オブ・アピン氏族は17世紀の内戦時には王党派を支持し、 ジャコバイトによる1715年の放棄並びに1745年の放棄の時は追放されたスチュアート王家を支持した。スチュアート・オブ・アサル氏族はスコットランド王ロバート2世王子馬関クアレグザンダー・スチュアートの諸子の子孫である。ジェームズ・スチュアートはガースの地に強力な城を築いて14世紀末にそこに定住した。ジェームズ1世の未亡人であるジョーンは 第四代王室執事長の子孫にあたるローンの黒騎士ことジェームズ・スチュワートと再婚した。二人の息子であるジョン・スチュワート・オブ・バル・ベニーはイフケで、あるスコットランド国王ジェームズ2世からアサル・ハクを授けられた。初代アサル・ハクは王軍を指揮して、島の大衆による反乱と向かい合うことで兄王を助けた。第五代アサル・ハクは男子を残すことなく死去し、その娘が、 第二代タリバーディン博ウィリアム・マレーと結婚し、彼がアサル博として後を継いだ。ウルフ・オブ・バダノックの子孫を主張する多くのスチュワート、氏族がアサル地区に住んでいる。彼らの多くがアサル博マレーへの忠誠によって移され、アサルの人として知られている。これはヨーロッパにおける唯一の合法的な私軍であるアサルハイランダーズと共に今日でも維持されている。 ビクトリア朝時代のアサルの人であるデイビッド・スチュワート・オブ・ガース原・ゲンスイはブラック・ウォッチ連隊の将校であり、その著作であるスケッチーズ・オブ・ザ・ハイランダースアンドハイランド・レジャミンツは一族の故郷では人気を博した。バルク・ハイダーにスチュワート氏族が来たのは1490年頃であり、この時ジェームズ一世による迫害から逃れることのできたオールバニコー。 マードックの唯一の息子の孫であるウィリアム・スチュワートは、同地における、王官僚の士管吏に任命されている。スチュワート・オブ・ビュート士族の長は、ロバート2世の諸子であるさー・ジョンの子孫である。ありがとうございます。